知らないとやばい激太りする飲み物があるんです。はい、腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。あなたは昔と比べて食べる量そんなに変わっていないのに太ってきたなんてことないですか？それは食べ物が原因ではなく、あなたが飲んでるものが原因かもしれません。そこで今回はダイエットや健康にいいと思って飲んでいたものが実は太る原因だったという激太りしてしまう飲み物5つと、飲んでしまった時のリセット法をお伝えします。このデブ飲料を飲まないことで、あなたの腸内環境が整って根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。実際に私のクライアントの方もこの飲み物をやめたことで1ヶ月でマイナス3キロ、そして飲んでしまったっていう時もこのリセット法を使ったことで飲んだことをなかったことにすることができているんです。ぜひ最後までご覧くださいね。目次はこちら。1、飲むと太る原因とは。2、激太りする飲み物ワースト5。3、簡単リセット法。この順番でお伝えします。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで、健康的で綺麗な女性を増やしていきたいという思いを込めて配信しています。ぜひこの機会にチャンネル登録していただいてお役立てくださいね。では目次1つ目はこちら。飲むと太る原因についてお伝えします。太る原因その1はこちら。あなたの腸内環境を悪化させる飲み物だからになります。腸内環境が悪いということはイコールデブ菌と呼ばれる悪玉菌がたくさんあなたの腸内に住み着いている状態なんですね。こうするとあなたは根本的なデブ体質のままですから、何を頑張っても結局待っているのはリバウンドになってしまいます。なぜかデブ菌たちですね、悪玉菌たちだって生きていくために必死です。例えば悪玉菌にしてみたら、うわーって生きていくために餌が必要だな、そろそろ甘いものや脂っこいものを食べたいなということで、どうするか、あなたの脳にそういったものを食べろ食べろと命令するわけです。だからあなたは悪玉菌たちの大好物の太る食べ物や飲み物がいつまでたってもやめられない、止まらないになってしまうんですね。太る原因その2、こちら。血糖値が急上昇する飲み物だからになります。そうなんです、太る原因はこの血糖値が急上昇するからなんですね。なので例えばあなたがそんなに食べてもいないのに太ってきたということは、血糖値が急上昇するものを飲んでいるからということになります。血糖値が急上昇するとデブホルモンと言われる脂肪蓄積に関わるインスリンが出てしまうんですよね。それが結局脂肪を溜め込むきっかけになって、あなたはどんどん太っているということです。太る原因その3はこちら。代謝が爆下がりする飲み物だからになります。これらのドリンクを飲んでしまうと内臓の働きが低下するんですね。そうすると結果あなたの代謝が下がっていくので、どんどん太るということで、今回は今お伝えした3つのポイントを全部制覇している激太りする飲み物ワースト5を次の項目でお話します。私も今よりプラス10キロ太っていて、ひどい体調不良に見舞われた黒歴史をこの飲み物をやめたことで劇的に良くすることができたんです。それでは目次2つ目、激太りする飲み物ワースト5ということでランキング形式でお話します。第5位はこちら、乳酸菌飲料になります。乳酸菌飲料だったら逆に腸内環境が整っていいんじゃないのと思ったあなた、確かに乳酸菌飲料は乳酸菌であったりビフィズス菌と呼ばれる陰菌も入っています。そして中にはね、ちゃんとカルシウムなどをはじめとするミネラルがたっぷり入っているんですが、それらを摂取するのは丸なんですけれども、それ以前に糖質量がめちゃくちゃ高いんです。例えばたった 100ml のこんなちっちゃなドリンクでもなんと角砂糖が6、7個分入っています。なので他にも乳酸菌を取ることができる食材はいっぱいあります。そちらで召し上がったらいいんです。では具体的にどんなものを食べたらいいのという方、知りたい方はこの動画のコメント欄に動画のリンク貼っております。ぜひそちらもご覧くださいね。
では第4位はこちら、野菜ジュース。そして続けて第3位はこちら、フルーツジュースになります。実は普段野菜やビタミン類などフルーツがなかなか摂ることができないという方は、手軽なこういったジュースで補う方も実はめちゃくちゃ多いんですね。ただ残念ながら市販のこういったジュースは必要な栄養分、特に食物繊維などがもう全部排除されて、残った絞りかすになっているのが現状です。イコール栄養価がかなり低い、プラス残ったのは太るもと糖質なわけです。平均的に1パック 200ml あたり角砂糖がどちらも6個前後入っています。ですから市販のジュースではなくて、できれば手作りの無農薬のお野菜やフルーツを使った手作りスムージーが絶対おすすめ。そしてポイントは冷やして飲まないってことですね。ただしいずれにしても野菜やフルーツは糖質量が高いので摂取量には注意してください。第2位はこちら、スポーツドリンクになります。よく市販のペットボトル1本 500ml に対して、なんと角砂糖が10個分。こんなことがあったんですね。私のクライアントの方がたった一夏で、先生3キロ太った、どうしようっておっしゃるから、よくよくカウンセリングでお話を聞いてました。するとお子さんが野球部でね、夏休みにずっと試合の応援行ってて、熱中症対策でこのスポーツドリンク500、1本分を2、3本飲んでたっておっしゃるんです。それが原因ですってお話しました。ですぐやめていただいたんですね。するとあっという間に3キロもうすぐ落ちた。飲み物って間違えると本当に怖いですよね。そして第1位はこちら、カロリーゼロの甘い炭酸飲料になります。これを聞いた方、わざわざダイエットのためにカロリーゼロのドリンクを選んで飲んでたのにって思いませんでしたか。実はカロリーゼロ、ノンカロリー、カロリーなしと表示してあるにもかかわらず、カロリーがあるものが実際あります。それには裏付けがあるんです。消費者庁の食品表示基準の定義というのがあるんです。ここで騙されちゃダメ。 100ml あたり5キロカロリー未満まではゼロカロリーと表示してもまるっと歌ってあるんです。つまり 500ml のペットボトル1本に対して、実は20キロカロリーぐらいは入っているものもあるということですね。確かに数字は低いかもしれませんが、塵も積もればです。飲み続けた結果カロリーオーバーということにもなりかねません。ちなみに 100ml あたり20キロカロリー未満のものは、商品に低カロリー、カロリー控えめ、カロリーオフなどと表示して良いということになってるんです。ですから必ず購入する前に栄養成分表示をチェックしましょう。そしてカロリーゼロと並んで糖質ゼロという表示も見かけることがあると思います。これもカロリー表記と同じで、実は完全に糖質がゼロというわけでもない場合があるんです。食品表示基準では 100ml あたりの糖質が 0.5g 未満であれば糖質ゼロと書いていいですよということになっています。例えば 500ml のペットボトル1本に対して糖質が入ってるわけですから、ほぼスティックシュガー1本分の糖質が入っていても糖質ゼロと書いてありますよということです。なのでカロリー同様、成分表示をしっかり見ることがとっても大事。そして最も良くないのが人工甘味料が使ってあることです。人工甘味料は中毒症状が出ると言われています。要は飲めば飲むほどやめられない、止まらないという味覚異常になるということです。また人工甘味料は残念ながら腸内細菌たちのバランスも崩すとも言われています。そして何といっても人工甘味料は脂肪をつきやすくしてしまうんです。私たちの体は甘いものが入ると血糖値が上がりますよね。その時に別名デブホルモンと呼ばれるインスリンが膵臓から出ます。そのことが結果どんどん脂肪を溜め込んでしまうっていうね、リスクまっしぐらになるわけです。例えば食事の摂る順番でも、汁物やお野菜から食べて糖質量が高いお米は一番最後に食べようねっていうダイエット法もありますよね。それと同じ、いきなり空腹時にそういったものを飲んで血糖値の爆上がりをいかに抑えることができるかっていうのがポイントです。ではここから目次3つ目です。簡単リセット法ということで、先ほどご紹介した激太りする飲み物ワースト5、
まあそうは言ってもね、いただいたりお付き合いでうわどうしても飲んでしまったっていう時もありますよね。私もあります。ところがこのリセット法をすることで飲んだことをなかったことにすることができます。ぜひ最後までご覧くださいね。ではそのリセット法とは何か、ズバリこちら、クエン酸を摂取することになります。それはなぜか、甘い飲み物を飲むと私たちの体はどうしてもデブ体質のね、酸性に傾くんですね。ところがその後すぐこのクエン酸を取ると痩せ体質、もともとあった弱アルカリ性へと戻しやすくなるんです。すると内臓が最も活発に動くのがもともとあった弱アルカリ性ですから、代謝が上がって痩せやすい体へと戻ることができます。ということでここからは代表的なクエン酸をたくさん含む3つの食材をご紹介します。1つ目は無添加の梅干しになります。これ私がね気に入ってる梅干しの瓶なんですけど、見えますか？主人の母がね、あの毎年くれるんですけども、もう完全無添加、梅、食塩、シソのみの無添加の梅干し、めっちゃくちゃ酸っぱくても見てるだけでね唾液が出ませんか？美味しいです。なのでこういった甘い飲み物、食べ物を飲んだ、食べた後は即クエン酸を摂取しましょう。ここで間違ってもステビアとかね、人工甘味料で味付けされたような添加物たっぷりの梅干しは NG です。2つ目はこちら、レモンになります。もちろんレモンそのもの輪切りとかね召し上がっても良いんですが、私はこのなんといってもイオントップバリューのグリーンアイシリーズ、オーガニックのレモン果汁、有機レモンの 100% の果汁、無添加になるんですけども、これすっごく気に入っていて、もう何でも混ぜたりかけたりですね、しょっちゅう飲んでます。なのでレモン果汁を購入する際も無添加でお願いします。よくね香料が入っているものがほとんどです。そして最後のおすすめはこちら、私が大好きな純リンゴ酢になります。リンゴ酢も必ず純リンゴ酢を買ってくださいね。無添加であるのがとっても大事。中には人工甘味料だったり余計なお砂糖とかね、添加物たっぷりのリンゴ酢は逆にも太りますから NG です。以上ご紹介したクエン酸をたっぷり含む食材ですね。詳しくこれらを使ったレシピの動画があります。詳しく知りたい方はこの動画の下コメント欄にリンクを貼っております。ぜひご覧ください。さあこれで飲んでしまったことをなかったことにしてすぐリセットしていきましょう。ここまで動画を見てくださったあなたはもうすでに腸活ダイエットの一歩を踏み出していらっしゃいます。実際にこの方法で1ヶ月でマイナス3キロ達成した方が多くいらっしゃいます。お知らせの後に今回の大切なポイントまとめをお話しします。ぜひ最後までご覧ください。腸活ダイエット整体師としてこれまで1万人以上の方の心と体のケアをしてきた私の経験から、1ヶ月でマイナス3キロ、3ヶ月でマイナス10キロという方が続々と出ています。またあれだけ飲んでいた痛み止めとかね、頭痛薬も卒業という方いらっしゃるんですね。このように健康で綺麗に痩せたい方は今無料で動画4本プレゼントしております。受け取っていただきたいと思います。この下 LINE のリンクから登録してください。それでは今回の動画の大事なポイントまとめになります。1. ワースト5のドリンクは控えること。 2. どうしても飲んでしまったら即リセット法を実践すること。 3. ワースト5に関わらず飲み物は冷たいものは NG です。内臓が冷えて代謝が爆下がり逆に太ってしまいます。日頃から取り組んでみてくださいね。それでは以上になります。このお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際に飲んでみてこうなりましたとかシェアしていただけるととっても嬉しいです。レシピなども大歓迎です。それでは次回の動画でお会いしましょう。